はい、こんにちは。税業専門税理士川南です。本日の動画は、経費の支払いをするためにカードで決済をした。カードを通したんだけど、その後の会計処理ってどうやってやればいいの？初心者の方がつまずきやすいポイントを動画で解説します。私はオンラインサロンの運営とその他 SNS をやっております。またビジネス書2冊出版しております。すべて概要欄からリンク飛べるようになっておりますので、ぜひ一度ご覧になってください。それでは早速本日の動画、便利なカードの処理方法について一緒に学んでいきましょう。それでは便利なカード決済、仕分けてどうやるの、経理の方法について解説していきます。本日の内容です。仕事で使ったクレジットカード、会計処理ってどうやるの。まずカード決済の処理方法について解説します。次に分割払いを利用した時、カードを使ってるとそんな時もありますよね。その場合の会計処理についても動画で解説します。そしてカード明細の証拠能力についてもお知らせします。こちらレシートや領収書がないけどカード明細だけならあるケース、皆さん経験ないでしょうか。それについて解説しますので、ぜひ動画最後まで見てください。そして最後ラスト、カードを使うメリット、何点かありますので、カードをどうして使うと経理上いいのか、どういった面で便利なのか、最後解説します。本日このような流れでいきますので、どうか最後までよろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価ボタンもお待ちしております。では早速行ってみましょう。まずカード決済の処理方法についてです。具体的な仕分けを紹介しながら解説をしていきます。まずカードを切った時、お買い物の時にカードでって言った時はどのような処理をするのか、例を用いて見ていきます。まず最初にクレジットカードの利用時ということで、11月15日に消耗品6万円をカードで購入した時、その時の仕分けはこのようになります。日付は11月の15日、勘定科目が消耗品を今回購入したため、消耗品費という勘定科目を使います。そして金額は6万円でカードで購入のため、金額は6万円。そして相手科目、勘定科目はですね、カードを切って決済した状態でまだお金は払っていません。お金の引き落としは先の未来となりますので、未払い金という勘定科目を使います。そして金額は同じく6万円。適用欄というものがありまして、適用欄というのは後から見直した時に何を購入したのか見返せるような、思い出せるようなメモをしておく欄になります。今回の例ですと、消耗品購入何々カードというような例を挙げさせてもらっています。この適用欄についてはですね、必ずこのように記載しなければいけないというルールや決まりがあるわけではないので、個人でどういった内容を書くのか、何が分かりやすいのかというのを考えて変更するのは全然 OK ありです。では次に、11月30日に雑貨1万円をカードで購入した、次またね違う時にカードで引き落としたってことですね。その場合にはこういった仕分けになります。同じく日付だけ変わってですね、11月の30日、勘定科目は今回雑費を購入しましたので、勘定科目雑費を使います。金額は1万円。そして同じく相手方の勘定科目は未払い金1万円となります。そして適用欄の方には、これサンプルですけど、雑貨購入何々カードというふうに記載例を挙げました。このように経費をカードで切った時の処理は同じパターンで、勘定科目だけ変わって記入していく、また会計ソフトの方に入力していくっていう風に覚えておくと分かりやすいかもしれません。では次に、これらの利用したカードがまとめて一括ねしてまとめて明細書が届いて銀行から引き落としされるというのが次のパターンになると思います。それは次のスライドで紹介するんですけど、この前に1点ちょっとねお知らせというか注意事項があります。今回紹介したこの仕分けなんですけど、青色申告で60万円控除を目指している方、複式簿記が要件となっていますので、この複式簿記というのわからない方ちょっとね調べてほしいんですけど、こういった未払い金を使ってカードを処理する方法が複式簿記となります。ですので青色申告の10万円控除を使っている方や、白色申告で確定申告している方は、必ずしもこの未払い金という勘定科目を使わなくてもいい、違う方法も一応認められてはいますので、そういった該当する方はですね、複式簿記ではなく単式簿記という処理方法も認められています。今回の動画では青色申告で60万円控除向けの方にメインに作成をさせていただいてますので、少し注意点として挙げさせていただきました。
しかしですね、10万円控除の方も白色申告の方もゆくゆくは青色申告になる可能性は高いですので、こういった最初からですね、複式簿記で経理をしておく、帳簿をつけておくという癖をつけておくと、次のステップに上がった時に自分が非常に楽になり有利になるのでおすすめしています。では次にクレジットカードの利用、カードの処理方法は分かったところで、じゃあまとめて銀行から引き落とした時にはどうやって処理をすればいいのか、次のスライドで解説します。カード決済の処理方法2つ目、クレジットカード決済時、銀行引き落とし時、どうやって処理するのかについて説明をします。12月27日口座から10万円が引き落としされましたと。今までね、使った1ヶ月分、まあ約1ヶ月分のカード切ったものがまとめて明細書として銀行から引き落とし、その金額が合計今回は10万円だったと仮定します。この場合どのように処理をすればいいのかというと、こちらになります。日付12月27日未払い金10万円になります。これは前のスライドで未払い金として計上していたものが溜まってきてると思います。その合計がカードの締め日によって10万円だったと仮定します。そうすると10万円未払いだったものを実際に払って未払いが消える、相殺できますので、こちらの勘定科目が未払い金10万円というふうになります。そして次、相手勘定科目が何になるかというと、引き落とし先が普通預金から引き落としされているはずですので、普通預金金額10万円というふうに入力、仕分けをします。そして適用欄の方には何々カード引き落としというふうに分かるような記載をするようにしましょう。はい、そしてこちらの普通預金なんですけど、これは事業用の口座からカード決済が引き落とされているという前提になっております。先ほど約1ヶ月分がねまとめて引き落としされるというふうな案内をしましたが、カード会社によって何日締めの何日払いというふうなルールは各会社違いますので、ご自分が使っているカード会社を確認してください。カードの締め日が異なるように引き落としの日もカード会社によって違います。毎月5日に引き落としのカード会社もあれば、20日、20日の引き落とし会社などいろいろありますので、ご自分が使っているカード、また何枚か何社か持っている場合にはですね、各カードが何日に引き落とされるのかしっかりと頭に入れて、資金繰りのために把握しておきましょう。では次に例外バージョンとして次のパターンあると思いますので紹介したいと思います。これも皆さんねよくあってつまずくポイントではないでしょうか。はい、その他のバージョンです。個人のカードで経費の購入を決済してしまった場合、どういった処理をすればいいのかについて次仕分け紹介したいと思います。個人のカードで経費を決済した場合にはですね、例えば10月の1日に個人カードで経費の決済をしてしまったと、その場合日付が10月の1日で、勘定科目はこちら経費科目になります。これ経費科目ってどういうことかというと、どんな経費を使ったかにおいてご自分で変更していただきたいため、代表ということで経費科目というふうに今回書いてあります。これは内容によって勘定科目を変えるようにしてください。先ほどの消耗品系でしたら消耗品費、雑費でしたら雑費、通信費の場合は通信費、この1万円が接待交際費だった場合には接待交際費というように勘定科目を変えるようにしてください。そしてこちら相手方の勘定科目になるんですけど、ここは事業主借りという科目を使います。これを使うことで個人のカードで経費を使ったんだけど経費に計上することができるわけです。この仕分け方法、入力方法をしっかり押さえておくとですね、皆さん非常に役立つと思いますので覚えておきましょう。はい、そして適用欄には何々購入、カード利用というような感じで分かるような内容をメモしておきましょう。もし今の説明を聞いて事業主勘定、事業主借り勘定がよくわからないって方、過去に私動画作ってますので、こちらの動画で復習することをお勧めしています。では次のパターン、分割払いをした時どうやって処理すればいいのか解説していきます。はい、こちら分割払いを利用するときカード使っていればありますよね。その時にはどういった処理をすればいいのか解説します。クレジットカード決済時の入力処理はこのようにします。10月の12日に消耗品を買った場合、そして金額が5万円でしたと、勘定科目が消耗品費となり金額5万円になります。そして相手勘定科目は未払い金5万円となります。ここは前回解説したものと同じ処理をしますのでご安心ください。そこまで複雑ではないです。そして適用欄に何々カード引き落としというようにメモを記載しておきます。そしていざ分割払いの時にどういった仕分けを起こせばいいのか紹介します。ここがポイントになります。こちら初回引き落とし日の仕分けです。例えば5万円の消耗品を2回分割払いで利用したというふうに仮定しましょう。まず1回目の引き落とし、このような処理になります。11月の15日に未払い金2万5000円、
こちらですね、2回分割のため2万5000円が減ります。そしてこの場合、支払い手数料や利用料を支払うケースが多いと思います。もし支払い手数料が0円なら、こういった仕分け必要ないのでご注意ください。今回はですね、支払い手数料があるという前提で解説をします。支払い手数料が250円でしたと。そしたらですね、行を1つ増やして会計ソフトの方に入力をしてください。この支払い手数料は経費になりますので、支払い手数料250円というふうに仕分けを処理します。そして相手勘定科目は普通預金から分割払いも引き落としされますので、普通預金2万5250円というふうになります。この2万5250円のうち250円が支払い手数料ということになります。この普通預金から2万5250円の引き落としがあった時、このまま未払い金を2万5250円というふうにしてしまうと、最初のお買い物した時の未払い金は5万円だったはずなんですけど、残高残りがずれてきてしまうことになりますので、ここしっかりと支払い手数料や利用手数料がある時には分けるということが重要ポイントです。しっかり皆さん押さえてください。はい、ここまでカードの仕分け、またカードで決済した時の処理方法について解説しました。今解説した中ですね、たくさんの勘定科目が出てきました。消耗品、接待交際費、通信費、雑費などなど、この勘定科目がよくわからない、何に振り分けたらいいのかわからないという方はですね、私以前に分かりにくい勘定科目25分で解説というぴったりな動画撮ってありますので、ぜひ復習としてお使いください。はい、そして次に皆さんが質問に出てきそうな経理の実務上の質問点。カードの明細書だけで証拠書類として経費に計上することできるんですか？レシート領収書がないんですけど。そんな時はどのようにすればいいのか、次のスライドで簡単に紹介します。はい、リアルな経理事情ということで、カード明細書について少し補足説明をしていきたいと思います。カード明細書なんですけど、全てがねレシート領収書きちんと揃ってればいいんですけど、そうじゃないケースもやっぱり出てくるかと思います。買い物先によっては領収書を発行してくれなかったっていうのねケース、皆さん過去のことを振り返ってねあるんではないでしょうか。その場合にこのカード明細書がどこまで証拠能力があるのかについて少し補足をしたいと思います。このカード明細書、やはりですねレシート領収書と比較すると証拠能力は低いです。ここしっかりとまず押さえてください。しかしレシートや領収書を出してくれなかった、もしくは手元にたまたまない、紛失してしまった場合、経費計上諦めるのっていうのね、なかなか辛いですよね。証拠能力は低いですけど、カード明細書があればですね経費計上というのは一応認められています。ではこのカード明細書、利用書というのがどういったものか図で紹介したいと思います。皆さんこういったですね利用明細書というのがね、1ヶ月に1回まとめてカード会社から届く、またはですねカード会社のホームページにてダウンロードができるというような状況だと思います。こちらはしっかりとですね利用明細書はダウンロード、また手元に出せるように必ずしておいてください。そしてこのカード明細書なんですけど、先ほど説明したように証拠能力は低いんですけど経費計上はいいですよということになっております。しかしやはりですねレシートや領収書がある場合にはそちらの保管をしておくことが正式な基本的なルールとなりますので、皆さんカード明細があるからレシート領収書を保管しなくていいっていうわけではないのでご注意ください。こちら勘違いのないようにしっかり解説しておきます。どちらかというとこのカード明細書で経費計上 OK ですよっていうのは国が譲歩してくれてるものになります。ですので実際税務調査に入ってですねカード明細書があるからレシート領収書全部捨ててるみたいなことをしてしまうと、やはり税務調査が入った時にここはどうしてこんなにレシートや領収書を捨てるんだろう、ないんだろう、何か隠してるんじゃないかというね疑われる余地というのがどうしても出てきます。ですので基本ルールはレシート領収書しっかり保管をしておきましょう。では次に浮上してくるポイント、もう一つあります。はい、こちらのレシート領収書なんですけど、クレジットカードの明細書、もう一つ補足しなければいけない点があります。これインボイス制度絡みの話になります。令和5年の10月の1日からインボイス制度がスタートしてるんですけど、このクレジットカードの明細書はこちら見てわかるように T で始まるインボイス番号の記載がありません。そして税率が 10% なのか 98% なのかという表示もありません。そのためインボイス対応が可能かそうじゃないのかと言いますと、クレジットカードの明細書結論は
インボイスとは認められておりません、要は適格請求書ではないというアンサーが国税庁の方から出ております。ですので消費税の計算をするときにはですね、カードの明細書を証拠に使って仕入れ税額控除をするということはできない、 NG ということになります。こちらインボイス制度も絡んでくるので少し解説させていただきました。もしここの話を聞いてですね、仕入れ税額控除って何なのとか、適格請求書インボイス番号ってどうしてカード明細じゃダメなのっていうふうな疑問をお持ちの方、インボイス制度の動画私過去にたくさん作ってますので、こちらの方で復習もしくは予習をするようにしてください。こちらがねインボイス制度の動画の一部のサムネイルになりますので、こちらのね動画の方からサムネイルから探していただいて見ていただければと、インボイスについて勉強できるのではないでしょうか。今日の動画の内容はカードを使った処理方法がメインとなりますので、簡単な紹介にさせていただきます。では次、便利になっていくカード決済、これを使うメリットってあるんですかっていう点について紹介したいと思います。はい、ではカードを使うメリットについて紹介していきます。経理業務の効率化ができる点がまず一つ目のメリットになります。これいつ何を使ったのか明細書で簡単に把握できる点が経理業務の効率化につながります。またですね、今会計ソフトでカードの利用のデータが自動連携することが可能な会計ソフトが非常に増えています。そうするとですね、入力を手入力じゃなくてですね、自動連携でデータを引っ張ってくることができるため効率化ができます。こういった点からもカードを使うメリットがあるということを覚えておいてください。2つ目のメリット、それはキャッシュフローにゆとりが出ることです。カードを使うことで引き落としまでに猶予期間というのが発生します。これがですね、キャッシュフローのゆとりにつながることが多々あります。とはいえキャッシュフローにゆとりができるからといってね、カードをねもう限度額ギリギリまで使うみたいなような使い方はおすすめしません。計画性のある使い方をしましょう。次、3つ目のメリットです。カードはポイントが貯まるものが今非常に多いです。こういったポイントを貯めてですね、まあお得に使うということもカードを使うメリットなのではないでしょうか。1点注意点があります。現金でキャッシュバックされるタイプの場合、こちらはですね雑収入へ計上しなければいけませんので、ここご注意ください。しっかり押さえておきましょう。以上がカードを使うメリットです。キャッシュレスの世の中になってきてますので、カードを使うと非常に便利、そしてこういったメリットがあるという紹介でした。そして本日はカードの処理について動画で解説させていただきました。私はオンラインサロンを運営しております。 Facebook の非公開グループで運営をしていて、メリットが4つあります。オンラインサロンの詳細は全て概要欄から飛べるようになっておりますので、一度概要欄のリンククリックして覗いてみてください。参加お待ちしてます。メリットは4つです。まず1つ目、税理士という専門家に質問や相談することができます。こちら文章で投稿していただいて、私が文章で質問に対してお答えするという状態ですので、ちょっとチャットのようなイメージを持ってもらえるとイメージしやすいかと思います。質問は24時間皆さんが好きな時にすることができます。2つ目、起業家のコミュニティということで、情報共有の場として非常に好評です。メンバー全員起業家または副業をされている一人会社の社長などなど、皆さん起業家ですので、そういった情報交換ができるということが非常に好評です。3つ目、記事の購読権利がついています。私が平日毎日投稿するビジネスや経理、税金、また SNS の裏側などサロンにだけ投げてる情報が盛りだくさんです。それの購読権利がついています。そして4つ目、2ヶ月に一定程度でズームサロンを開催しております。このズーム会議の参加権はですね、サロンメンバーのみとなります。こちら直接私に質問相談をすることができること、またですね他のメンバーさんと実際にオンラインで情報交換ができるということで、非常に毎回皆さんから好評のサービスとなっています。はい、 YouTube チャンネルが登録者が21万人を超えております。その他 SNS もやっておりますので、ぜひ皆様高評価や感想コメントいただけると非常に嬉しいので、ぜひお待ちしてます。はい、というわけで本日は皆さんがつまずきやすいカードを使って経費計上したんだけども、その後の後処理どうやってやればいいのについて動画で解説させていただきました。私の YouTube ではこういった自営業やフリーランスに役立つ情報を動画にして投稿していってますので、ぜひチャンネル登録の方してみてください。というわけで本日以上になります。またの動画でお会いしましょう。自営業専門税理士神奈美でした。それではまた。